説教パトラックのご案内をしますこのシリーズの最初に私が、えー、ある牧師のお話をしました私も同じようにですね説教委員会を作ってみたたいいと思いました日本各地世界各地の方たちと一緒に協力して説教勉強会説教委員会ができたらいいなと思いましたそこで説教パトラックというアイディアが生まれました ズーム上で気軽に集まってお互いの説教を聞いて改善点、フィードバック、励ましの言葉などを共有するグループです。グループの情報共有は LINE のオープンチャットまたはメールを通して行います。グループはいつでもお気軽に参加したり、大会したりすることが自由にできます。この説教パトラックでは主に2種類の集会があります。1つ目は メンバーたちが練習する、えー、集会です。説教や証し、今度するから練習がしたいです、フィードバックが必要ですって時に、えー、ズーム上でで練習すすることができますさらにもう一つは、えーまあせ、各自ですね、ビジョンとしては、夢としてはですね、それぞれが説教を勉強会を。 リードすするというビジョンですそのためにですね説教勉強会をリードするリーダーたちのサポート、情報共有の場もできたら嬉しいと思っています集会に他に定期的なオンライン講演会を企画する予定です。 ご興味がある方はスピーカー募集中です。2021年から2022年に企画している講演会は、えー、まあとりあえず現段階では3つあります。1つ目はキリストへの道講演会。キリストへの道という本は全13章あります。13人のスピーカーがそれぞれキリストへの道をテーマに説教します。 えーほんとえー、楽しいい講演会になると思います2つ目は「今日からクリスチャン講演会」これは全20回シリーズでキリスト教や聖書に興味がある求道者未信者用のショートメッセージ講演会まさにこの講演会を通して「今日からクリスチャンになれますよ」という意気込みの楽しい講演会になると思います「神様って何?「教会って何?」「クリスチャンって何そのような具体的なトピックを扱うシリーズです 20人のスピーカーカ募集中ですそして3つ目は「大総統」シリーズです。えー、全42章の「大総統」という本を14人から42人のスピーカーがそれぞれ1章から3章ずつ担当します。「大総統」という大切なテーマを分かりやすく10分から20分のショートメッセージスタイルでまとめる講演会となります。 このシリーズを使って誰でも大相当のスモールグループもできるようにメッセージの最後には小グループ用のディスカッションクエスチョンを書くスピーカーが準備します、えー、まあそのようなアイディアなどなどを、えー、皆さんと楽しく実行できたらと思っていますそれが説教パトラックのグループです参加条件は2つあります1つ この命のパン案内人入門コース全15本動画を視聴することです2つ目の条件は説教パトラックのルールに同意することですルールというのは以下の5つのものです1基本的にはグループ全員に関係のない情報や話はしないこと2基本的には聖書は説教と関係のない話はしないこと3励まし合うこと ひたすら励まし合うこと。4、愛の原則をとにかく大切にすること。そして5、年に2、3回は世界のどこかで説教か証しをすること、えー。いずれにせよ、ご興味がある方はゴーゴーンン gowgodankun.gmail.com にメールしてください。オープンチャットの情報とメーリングリストの情報をお送りいたします。God bless you and m a r n a t h a